レナの部屋。俺の名前は熊本。今年から一人暮らしを始めた大学1年生だ。疲れた。やっとレポート終わったよ。あとは明日の講義の準備と、来週はテーマ発表もあったな。親には反対されていたが、どうしてもこの大学に通いたかったので、高校時代にアルバイトでコツコツとお金を貯めて一人暮らしの資金にするからと親を説得したのだ。大学生活を充実させていたある日、突然わけのわからない問題が起こった。今すぐ出て行ってくれ。だから意味がわかりません。ちゃんと確認してください。何度も確認したよ。でももう3ヶ月も家賃が払われてないんだ。他の人もいる手前、君だけ許すことはできないんだ。そんな、ありえません。ちゃんと毎月口座から引き落としされているはずです。大家さんの突然の話に俺は混乱していた。それに、それならもっと早く教えてくれればよかったじゃないですか。何言ってるんだ。何度も手紙を入れておいたぞ。え？俺はそんな手紙知りません。とにかくもうこれ以上は待てない。今すぐ最低限の荷物をまとめて出て行ってくれ。これ以上話を聞いてもらうことはできず、仕方なく荷物をまとめて家を出ることにした。納得はいかなかったが、大学に通報されても困るし、あれ以上騒いで警察沙汰になっても困るからだ。これからどうするかな。所持金は5000円。食費のことも考えると宿泊費には使えないな。金もなく、行くあてもなく、頼れる友達もなく、俺はホームレスにならざるを得なかった。こんな時に限って大雨だし、荷物多いし、マジで最悪だ。君、そんなところでどうしたの？え？こんな大雨の中、そんな荷物抱えて大丈夫？正直、全く大丈夫ではなかったけど、突然現れた見知らぬ美女に大丈夫じゃないなんて言っても困らせるのが目に見えていた。大丈夫です。とてもそうは見えないけど。そうだ、この後何も予定ないなら雨が止むまでうちに来る？いやいや、そんな見ず知らずの人に迷惑かけられませんよ。見ず知らずの人じゃないから大丈夫だよ。とりあえず雨が止むまでおいでよ。俺はレイナさんの好意に甘えて、雨が止むまで家に上がらせてもらうことにした。はい、タオル使って。ありがとうございます。また雨ひどくなったね。あそこにいなくてよかったね。はい、本当にありがとうございます。女の人の部屋に入るの初めてだ。部屋も綺麗だし、なんかいい匂いする。レイナさんの話によると、レイナさんは俺の大学の近くで働いているらしく、たまに俺のことを見かけていたらしい。それで話しかけてくれたんですね。まあそれもあるけど、あの状況じゃ心配するよ。もしよかったら何があったのか話してくれる？わかりました。俺はホームレスになるに至った経緯をレイナさんに話した。追い出されてすぐに通帳を確認してみたら、口座の残高がゼロになってて、今後の生活のこともあったから親に相談したんです。そしたら親が俺の金を引き出していた犯人だったんです。俺が頑張って貯めたお金を投資かなんかに当てるからって勝手に。そんなのひどすぎる。怒っていいし、泣いてもいいんだよ。ありがとうございます。やっぱり放っておけない。ねえ熊本くん、このまましばらくうちに住みなよ。お金が入るまで困るでしょ。結局俺はしばらくの間レイナさんの家に住まわせてもらうことにした。すぐにお金が入るわけでもないので、下手したら1ヶ月近くホームレスをすることになってしまうと思うと、レイナさんの申し出はすごくありがたかった。決してレイナさんに対してやましい気持ちや下心があるわけではないとは言い切れないけど、早く自立するために俺は高校時代にアルバイトしていた花屋でもう一度働かせてもらうことにした。ただいまです。レイナさん、これどうぞ。わー、綺麗。ありがとう。今日は俺のレイナさんのイメージで作ったんです。すごく素敵。この色味好きだな。毎日大学とバイトに追われる日々を過ごしながらも、時折練習で作った花束をレイナさんにプレゼントした。熊本くんのおかげで家の中が華やかになったし、一緒にいれて毎日がすごく楽しいよ。俺もすごく嬉しいです。家事などできることを手伝ったり、お
互いの生活を支え合うこともできていて、本当に居心地が良かった。いらっしゃいませ。やっと見つけた。連絡しても出てくれないから心配してたのよ。母さん、心配してたってどの口が言ってんだよ。人の金を勝手に使いやがって。だからあれはしょうがなかったのよ。投資のためにどうしてもお金が必要だったの。増えたら返すつもりだったのよ。そのせいで俺がどれだけ苦労してると思ってるんだ。もう来ないでくれ。そんなこと言わないでよ。相談があって来たんだから。この前は失敗しちゃったけど、次の投資は絶対に当たるらしいの。だからまたお金貸してくれない？バイトしてるからお金あるでしょ。この人は一体何を言ってるんだ。頭おかしいんじゃないのか。とても自分の母親とは思えない発言に怒りを通り越して幻滅した。もうこの人に何を言っても無駄だろう。少しよろしいでしょうか。店長、すみません。店の中で騒いでしまって。すぐに帰らせますから。いや、私も言いたいことがあってね。はじめまして、この花屋の店長です。熊本くんからある程度の事情は聞いていますが、彼はとても頑張っていますよ。大学が忙しいのにバイトも真剣に取り組んでくれて、本当に素敵な子です。そんな、ありがとうございます。ですから私としてもそのお話には賛成できません。え？彼に支払っているお給料は彼が生活し夢に向かっていくためのお金です。あなたも母親であるならば搾取するのではなく支えるべきなのではないでしょうか。だから投資で成功すればお金に不自由させずに済むんです。それならばその投資のお金は自分で貯めたらいかがですか。少なくとも熊本くんにそれを求めるのは不当ではないでしょうか。失礼しますね。店長、ありがとうございました。いや、余計なことをしてしまったかな。レイナから話は聞いていたから余計に放っておけなくてね。え、レイナさんから？ああ、レイナは私の娘だよ。今日はもう上がっていいからゆっくりするといい。まさか店長がレイナさんのお父さんだという衝撃的なカミングアウトを受け、居候している身として恥ずかしくなってしまった。そっか、バレちゃったんだ。笑い事じゃないですよ。俺いたたまれなくなっちゃって。ごめんごめん。でもお母さんのことはショックだったね。いえ、あの時に分かっていたことでしたから。熊本くん、あのね、熊本くんさえ良ければこのまま一緒に暮らさない？え？実は熊本くんのこと好きになっちゃって、できればずっとそばにいてほしいの。俺もレイナさんのことが好きです。本当に嬉しい。これからもよろしくね、熊本。はい、レイナさんのこと大切にします。やっと熊本と一緒になれた。高校の時に花屋でバイトしている熊本に一目惚れしてから、ずっとこうなることを夢見てたの。熊本を手に入れるために素性を調べたり、熊本のお母さんに投資話を持ちかけたり、大家さんからの催促状を抜き取ったり、全てはこの日のためやったこと。自分でもよく頑張ったと思う。熊本に辛い思いさせちゃったかもしれない。でもそれも私と熊本が一緒になるため。相思相愛なら問題ないよね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。